まだ始まりました、もちちゃんね。さあ、今回は、はい、平田です。どうも皆さん、こんにちは。早稲田学塾代表の平です。よろしくお願いします。出る回数が多い、最近。森田先生と俺は仲良し、はい、してる龍が如く8。知らないです。あ、知らないか。これでね、こんだけ出て、こんだけ宣伝になってるんだから、そろそろ給料上げてくれてもいいんじゃないかな。そうですね。結果次第やな。なんで結果次第やな。まあでもね、本当にね、そうなるといいなと思ってます。はい、ま、今回は、そうなんですよ。もういよいよね、合格実績をね、はい、まあ毎年やってるんですけど ね。もうこの合格実績発表が一番1年で嫌な企画です。そうなんや。いや、なんでかっていうと、まあ今ね、人数でね、集計してね、はい、あの出すようにしてるんですけど、はい、かつて、こう、早稲号は、どこの予備校もそうだけどさ、一、うん、人が何個も受かるじゃないですか、はいはいはい、だからそれにねちょっとアンチテーゼでパーセンテージで出したんですよ、はいはいはい、合格率で何十人かしかいない塾ではあるんですけど、うん、そしたらさ今度いろいろね質問でね総数は何人なんだと、はいはい、何人受かってるんだが来るんだ、はい、あそっちが知りたいんだと思ってじゃあ何人で出すと総数は何でどれだけあのどっちでやればいいんだみたいな感じの総計だけ集計してきました、はい、ちょっともうマーチとかカンカン同率まで全部やると、はい、ちょっとさすがにね動画の尺としてもちょっと長くなりまくるんで、うんまあ、その辺はねホームページとかでね詳しくやるんですけれども、はい、総計の結果を一通り集計してきまして現段階では3月11日時点での総計の結果になるんですけど、うん、まだね補欠合格とか多少ねいたりするんでもうちょっと増えるかもしれないんですけどそうですね補欠まだ出てないですからねまあちょっととりあえずね、はい、こんなもんだろうともう9割方で揃ったんじゃないかということで、うん、では行きましょう。はい、早稲田大学まず早稲田政治経済学部、こちら3名になります、はいはい、こんなもんかなという感じですかね今年のね、2023年24年シーズンのうちの受講生は結構ね成績がいい子が多かったようなイメージですかね、はい、例年に比べるとね、まあ、なかなか黄金世代だったなと思います、うん、よく頑張ってくれました、はい、数学もね必修ですから、うん、何名中なんですか、まあ、5、6人受けたかな確かねただこっちですよ今年こんな年は早稲号歴史約15年間の中で初めてです、はい早稲田法学部14名合格しましたあのね受かりすぎですお正直、まあ、合格の秘訣っていうのは、まあ、一つには先ほど申し上げたように今年の生徒が優秀だったっていうこと、うんうん、あとやっぱり早稲法って入試問題の作り方がすごく上手で過去の森鉄チャンネルでもよく言ってるんですけど、はい、安定してます難易度が、はい、合格最低点がやっぱり6割5分も取れば、まあ、かなり高い確率で受かるっていうところもあるん でそうなってくると運の要素が少なくなってくるんで、うんまあ、実力ある人が実力あるままに難易度がこうちょうどいいとね受かりやすくなってくるっていうところがあって今年もすごくいい問題だったなという印象です ね、だから僕はいつも言ってますけど早稲法に到達するように勉強しなさいといつも言ってるんででもこれが難しいのが早稲法に受かったけど早稲田文学部落ちたりとか社学落ちたりとか、うん、まあだから社学はそれより上なんで難易度で、うん、まあ英語はね、うん、なんですけどいや文学部文化構想がね上がってきてるんでねああそうなんだね難易度難しい、うん、法学部受かってるやつらがバッシンバッシン文工文学部落ちてるんですよ、うん、だから結構これ分からんもんだなと思っていやもうだ文文校はマジでむずいあーやっぱそうなんだレベルがどんどん上がっちゃってるんで、まあ、文文校で言うと国語的な難しさで言うと、うん、やっぱ平均点が高くなってるんですよね近年 ね、 そうですねそこってなってくるともう平均50とかいかれたりする時が頭にあるんですけどそうなるともう完全にちょっと運ゲー化してしまうっていうかね、はい、なとこがありました法学部はどれぐらい受けたか、まあ、24、5人ぐらい受けたと思うんですけど、うんうん、狙うのはもうほんと成績いいやつらばっかりだったんで、うん、運が良かったっていうのは結構あるかなと思います今年はね続いて小学部小学部8名受かりました、うんうちでは小学部とか教育とか社学やっぱり一番たくさん人数が受けるんですけど、はいはい、まあもうちょい欲しかったかなぐらいではありますかねこれはね小学部は、うんまあ、英語に関しては難かったと思います1個上のレベルの勉強がちょっと必要じゃないかなと思いましたんでんちょっと英語の、まあ、早稲語で出してるやつも少しテイストを変えなきゃいけないかなそう、ね、改訂していきましょうね思ったうん確かに、はい、続きまして教育学部ここもたくさん受けたんでここもね30人ぐらい受けたんですけどね8名でしたね結果としてはねでもぼちぼちなところかなという感じ時かな英語に関してはね、うん、ちょっと2年前ぐらいのレベルではあったんですけどね、うん、去年ほどじゃなかったんですけどね、うん、まあでも再三このチャンネルでも言い続けてきたように、まあ、ここ2年間ぐらいの難易度で自分の中のねこう設定を英語で持っておくと、うん、まあなんか外れないよというかね、うん、3年以上前の感覚でいるとちょっとやっぱうおってなっちゃうから、はいはいうん、で結構まあ小教文文校は4つ併願する人が割と多かったんですよね、うん、うちではねで文学部文化構想が、まあ、文学部が7名文化構想学部が8名でしたねなるほどまあでも割と被りましたね受かってる人はねどっちもなんか受けてどっちも受かった人が多かったような印象ですかねなるほどこのいわゆる小教育文文校っていうのが、うん、早稲田の英語では下のレベルだったやつなんですけどここの難易度がまあ上がってるっていう、うん、この4つな、まあ、報われやすいって言ってたんですけど、うんうん、努力が報われやすいって言ってたのがだん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 やばい運ゲー的に近づいてるなって思ってますね今まあでももう本当ね運
を使うのも実力のうちだったりもしますからね、まあ、なかなか難しいよね、はい、本当はねどっちかには引っかかってくれて、で1人でも多く実数が受かればって思ったんだけど、結構受かる人がどっちも取って落ちる人はどっちも落ちてるみたいなのが今年の特徴だったかなと思います ね。で早稲田社会科学部6名になります。社学ねちょっと今年は少し少なめだったかなという印象かな、うん、去年とかだと多分もう 3,4 人ぐらい多かったようなイメージなんですけどね、うん、英語に関してはねちょっと優しくなってたんで、うん、と取ってほしかったかなと思います、ね、うん、しかもだって出典がいつも変わんないんで、うん、英語もうほぼほぼ決まってるものなんで、ね、なんかエコノミストばっかり見る気がするんですよね。エコノミストもね絶対だいたい大門語で出てきたりとかね、だからみたいなので、はいはい、で最後の大門が難かった。あー、はい、なるほどね。そこかな。受験生って偏差値でもの見る人多いと思うんですけど、うん、偏差値でいうと早稲法の方が社学より上だったりするんですけど、はいはい、でもやっぱりなんかそういうわけでもないんだってことですよね。偏差値が全てじゃないということですね、うんうん、はい、続きまして理工学部。最近やっぱうちは理系の方が結構強い気がしてて、理工学部5名合格しました、はいはい、これどれぐらい？20名ですね。あ、20名、うん、20名おりまして、早稲田理工と慶応理工を受けるんですけれども、結構慶応理工の方がやっぱ簡単です、うん、まあ後で話しますけど慶応理工は4名受かってるんですけど、大体まあうちのケースとしては、まあ、早稲田理工慶応理工はどっちも受けて、でまあどっちか攻めて引っかかってくれたらと思うんですけど、うん、結構ね英語もそうかもしれないですけど、早稲田理工と慶応理工はやっぱ早稲田理工の方が頭1個2個上なんですよね、うん、数学とか理科もね、うん、だから結局なんか早稲田理工受かる人は慶応理工も受かるみたいな感じで、でまあ第 1.5 志望に東京理科大とかがあって、まあなんとかこう理科大までに受かってくれると割とね院まで行くときにね東大の院とかも行ったりするんで ね、まあここまでに引っかかってくれたらっていう感じかな。はい、そして国際教育学部は7名合格しましたね。でも今年はね国際教育学部は一応早稲号って早稲田への合格率をまあ約3割で歌ってるんですけれども、はいはい、まあ大体その数字通りかなっていう感じかなと思いますね。やっぱ結構英語得意な人受けるんですね。受けます。早稲田法学部今年合格多いじゃないですか、はい、で早稲田法学部と早稲田国境はどっちも受ける人が結構うちでは多いんですけど、うん、そうね、早稲田法学部に引っ張られて国境もなんか人数伸びたような印象かなと思います、うん、だから前はかなり似てたんで出題形式、うん、今はねちょっと形式変わって、ね、国境受ける人も法学部の昔の問題やっときなさいと、まあ、だからもう我々プロの指示通りに頑張ってくれるとやっぱりまあそれなりに数字が出る部分っていうのはあるのかなという印象かな。まあ言ってましたからね、そんじょそこらの教育系 YouTuber と一緒に住んだって。そうそうそう、誰のことですか？いやあなたが言ってた一緒に住んじゃねえっつってあんな薄い情報ばっかりとかって。誰のことかな。僕じゃないですか、ね、なんで動画の裏で言ってることを言うの。早稲田人間科学部、こちら10名になりますね。法社学国境人科の中で4つの中で3個ぐらい受けるみたいなケースが多くて、やっぱ法学部が多かったのに引っ張られてここも伸びたかなっていう印象かな。人科はね、まあ英語に関してだいぶ優しくなった、うん、いや結構ね法学部と相性いいような感じはしてて、正誤、うん、もあるし、はいはい、でまあ文法問題もさ一応ね全知識被ってたりとか、だから勉強内容被るし、で内容一致主体の法学部と人間科学部っていうところで、で近年人間科学部の難易度が落ちてるって言ってたじゃないですか、うん、って考えると法学部で練習しておくと、まあそれなりに英語は成果が出ると。そうですね、だから満点とかまず無理なんですけど、うん、人科はしっかり精読してればいっぱい問題がダダダダダって短い長文がね、うんうん、バーッと並ぶんで、短い長文矛盾してるみたいだけどバーッと並ぶんで、あれをきちんと引っ掛け見抜いてやられるとかなり高得点取れるなと思って、うん、あとまあ人科はやっぱり早稲田の中でも国語かなりむずいんですけど、法学部でもすごく難しいんですよ、はい、だから国語の難易度が高いという上において相性もいいし、まあ、社会科ねちょっとね法学部の方がまだ簡単めかなって感じかな、うん、人科の方が難しいです、うん、で最後スポーツ科学部、4名になりますね、はいはい、はい、まあここもこんなもんかなと。毎年ね共通テストでは差がつかないから、共通テストではまあ8割弱ぐらいかな、 75% 以上とか取って、で小論文で我々が添削してていい具合なんじゃないかと、5段階評価で4ぐらいは出せるようなものを出して、まあ本番迎えたらまあまあ合格するかなと、はい、まあ数子と一緒ですね。そうですね、まあいろいろね出てたんで ね小論の動画、はい、今晩見ていかなかった人たち本当もったいない。来年受験する方ね、ちょっと数子シリーズだけでさページとか作ってさ、ね、そう数子まとめみたいな感じでやっといてください。いや、そうだよ、ね、いや本当本当そう、あのねマジでねいい資料だと思うんだよね、うん、ちょっと頑張って作りますわ。続きまして慶応義塾大学の方行きたいと思います、はい、慶応合格塾もあるんですけど、うん、ここは慶応合格塾の数字は入れてないです。おお、なるほど、うん、早稲田合格塾で早稲田受けつつ慶応も併願した人の数字だけなんで、なるほど、うん、これはね経済学部がねやっぱ今年ちょっとねうちからはいけなかった、ゼロでした ね、はい、そんなに受けてる人数もまあほら併願してる人がそもそも 2,3 人ぐらいではあるんですけど、はい、やっぱね早稲田レベルの英作文対策じゃちょっと慶応経済は乗り越えられないかなというところが違いますからね、うん、確かに英語
に関してはだって慶応経済の方が優しいですから。うん、なるほどね。ただ作文は書き方違って、うん、今年引用の仕方消えたんで。あ、そうなんですね。載ってなかったんで、引用の見本が。引用のやり方覚えていかなきゃいけなかったんで、ちょっときついと思いますね。なるほどね。慶応経済を第一志望じゃなくて、まあ抑えにって受けた人は多分、どうやって引用するんだろうってなってますね。続きまして慶応法学部、こちら3名合格が出ましたね。和製法刑法でね併願した人で、ユーテラのね慶応のね講義でも僕言ってるんですけど、かなり国語力がある人が刑法は小論文も強くなるしっていうところもあって、で、あとまあ英語もね下手を打たなければなんとかなったのかなという印象ですね。まあ結構刑法の英語難しい印象ではあるんですけどね。まあでも長文は優しいから、ね、あ、そうなんですね。早稲田と比べれば刑法は全然余裕。じゃあまあなんか和製法を受けて刑法も受けたいやつらがそれなりに刑法の英語でも対応できるっていうのはある程度まあまあそうでしょうねっていう感じではあるんだね。特殊な問題にどぎも抜かれないように、うん、なるほど。次、慶応商学部、まあ、今年はね和製賞慶賞で受ける人もまあまあ多かったんですけど、うん、慶賞5名受かりました。で、今年やっぱこのね5名受かった一つの要因としては、うん、英語でまず失敗した人が少なかったかなというところがまず慶賞あるかなというところと、あと小論文の大問2が、まあ、僕が恐れていた暗号解読系とかじゃなかったっていうところがやっぱり大きくて、まあ、ちょっとこう数字が伸びたかなという印象かな、まあ、そうですね。で、英語に関しては慶賞を取れなきゃダメですから、うん、だから和製賞慶賞、昔こんな感じですね、和製賞慶賞だったけど、今これぐらい開いてるんで、はい、なんか英語のレベルが慶賞の方が圧倒的に簡単です。で、続きましてちょっとね文学部と SFC 一気にいきます、はい、文学部2名、環境情報2名、総合政策3名になります。ここ特徴があって、文、SFC 受ける人、あと、まあ、刑法も入るんですけど、僕なんかは、こう、総合型選抜結構ね、もうこの業界に入った1年目とかから修行してたんですけど、文と SFC で、この中の合格者のうち3名は僕も総合型選抜で通してます。おい、なるほど。やっぱこのうちの塾の特徴として、やっぱり使える材料すべて使って合格させに行くってとこはあるんですよね。慶応の場合、総合型選抜力入ってるんですよ。で、人数結構取ってもらえるんですよね。はいはい、だから志望理由書しっかり作り込んでいけば、うん、早稲田と違って慶応の総合選抜ってそれなりにこう今後のビジョンを見るんですよ、うん、早稲田の総合選抜ってあなたはどういう人なのを見て過去の経歴とか見るんですけど、はいはい、慶応はかなりビジョンを重視で見るから、だからその意味で志望理由書とかあなたの活動報告書みたいなのがあったりするんですけど、うん、志望理由書と活動報告書みたいなのがしっかりしてると、まあ結構あと面接でしくじらなければ割といけたりするんですよ、ね、なるほど、ね、ハードルがそんなに高いイメージはなくて。じゃあまあそういうね総合型選抜についても動画出ますんで、うん、撮りましたんで、はい、そちらもぜひ今後で、ね、きますので、ね、ぜひ見てみてください、はい、実際受かってたことに、ね、撮ってますんでね、はい、で最後まあね慶応理工は4名受かりました、はい、ただまあこの4名は全員早稲田理工にも受かってますね、うん、なるほど、うん、だからやっぱまあなんか早稲田の方が頭1個2個上なのかなという印象かな。じゃあまあ早稲田理工にみんな行く。いや、どうなんだろうね、慶応にも行く、うん、そこまではちょっと聞いてないけど、でも多分早稲田理工だと思います。早稲田と慶応だったら早稲田合格塾だからね、うん、はい、ということで今年の早稲田合格塾の総計合格実績でございました、うん、まあまあなんじゃないでしょうか。はい、じゃないでしょうか。ハイブ師匠ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.